どうも横浜イガサランの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。さあ、この画面ということは、本日は実況対局ということでやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、今回もね、有限の間で打っていきたいと思います。お相手の方はね、えー、黒番が私、藤森ですね。で、白番が韓国の7段のプレイヤーということで、よろしくお願いいたします。さあ、来ましたよ。ついに黒番を引きました。さあ、黒番を引きましたのでね、これはやっていきたいと思います。こちらですね。さあ、 ここに打ちまして何をやりたいかと申し上げますと、あお、来ましたね。あ、木外しか、木外しね。まあでもね、気にせずやっていきましょう。ひぎ、名演じまり。さあ、これがやりたかった。ついにやる時が来ました。 さあこの形ね、ねあメイン先生のシリーズねこのチャンネルでお届けしてますけどもね本当とありがたいですね、メイン先生、直々にですねねこれね教えていただきましたんでね、ねこのメーンじまりからの布石、1個やっていきたいと思います。メイン先生、この間そういえば NHK 杯も惜しかったですね、出ていられましたね、でもそういうすごいね、まあ、元本因坊も取ったことあるようなね大先生にこうねチャンネルに出ていただいて、ね、いろいろ教えていただけるというのは本当ありがたいですね、嬉しいこと好上ないですね、これもやっぱ見てくださる方のおかげですね。さあどううしししまままょうかかっまりってきたやぱり のはね、あの模様。まあ、特にね先生言ってましたけど、やる気の出るようにね。のびのび打つっていうことをね。言ってらしたんで、のびのびと今日はね。行きたいと思います。さあ、大事なのはのびのびと打つこと。 ね教わって覚えてるのはそれだけでございます。<laughs> さあ、あと、まあ、ま、あ三三入った時の対応ぐらいかな。はい、なんでね、知らないこと多数ありますけどもね。ま、あただ使っていかないとね、こういうのって覚えられませんから、えー、使うことによって覚える。うん、最初からね、完璧に目指そうと思っても無理ですからね。えー、使いながらちょっとね、やっていきたいと思います。さあ、これ挟んでね、ま、あなんとなくやっぱ模様にしていこうというような形ですね。で、三三入った時もコスミつけて、ま、あまだ広いよっていうことですよね。さあ、白が、あ、だ、飛び出しましたね。 さあ、これはまあ、受けるぐらいですね。さあ、ここでどうするのか。さあ、ここでですね。あ、挟んできた。お、これは。 これは積極的な、アクティブなね、非常にプレイヤーということになりますね。えー、ですけども、黒としてもこれはね、この高い締まりが、これ戦いには強いです。地には甘いですけど、戦いには強いはずですから、まあ、ここに入ってくれるっていうのは直感的にはね、非常に嬉しい流れと言っていいんじゃないのかなと思います。そこに入られて、うわ、嫌だな、じゃなくて、そう、強いところに入ってきたんだね、これ飛んでおきますと、まあ、黒はこれ確かに弱いんですけど、白は上も下も弱いですから、これどちらかを攻めればね、戦いやすい展開になるんじゃないのかなと思います。 つけ。はい。これつけですね。これつけには、羽をですね。こういったところ必ずね、あの、つながせるわけにはいきません。弱いしと弱いしがつながってしまうと、これは5では一番ね、大きな手ということになってしまいますから、当然これは邪魔をしますね。これはこちらから羽ねたいですね。で、これまあ、切ってこられてもね、ちょうど当たりしてつけば、この1個逆れ形にできますから、まあ、そんなに切り違いなんかも怖くないんじゃないかと思います。はい。あで引いてきましたね。で、これはまあ、つなぐ。 やはり次まだ羽とか霧とかね、繋がっちゃいますから繋いでおきまして。さあ、これで分断にははっきりと成功したんじゃないかという形になります。さあ、分断すればどうするのかな白はどういうことなのか。えー、難しいところですけども。なるほど、飛びですね。はい、飛んできましたから。まあ、こういった時は必ず弱い石を考えますね。黒これ弱い、白これ弱い。えー、なんで、黒がこれが強くしながらこの白にプレッシャー与えたいな。 はい。というふうに考えます。えー、ということで。まあ、大器官、防止ですかね。防止すれば、やっぱりなんとなく、こう、桂馬、大ーまでね、封鎖して、この白さん逃げるの大変だよって言えそうですからね。これ大きいと思いますね。はい。こちらに封鎖しまして。 さあここでこの白もね、えー、結構弱いですし次下がられたりすると結構丸々とね隅も含めて地になりますから結構大きなところですね、まあ、分断はちょっと心配しなければいけませんがまあなんとかね止まって白さんもね目がないのでという感じかと思いますあで三 3, 3ですねはいこれ三 3, 3入られたら必ずまずは分断する一手と思ってください。 はい。ここね、まずは分断して、ここで悩みますね。ここでさらに分断していくのか、まあ、こっち打ってね、繋がっても、えー、いいよってやるのかね。これは悩ましいですけど、まあ、分断するんでしょうね、これね。えー、まあ、白としては、まあ、隅取れればこの2個捨ててもいいよということを言ってるわけですけども、えー、分断して取りいきたいと思います。 まあでもそうは言っても手厚いですよ。これ、こう打っといて。まあ地ができるのはもちろんそうですけど、かなり強い石になりますから。となるとまたね、この右辺側もっていうことになりますんでね。これは非常に手厚いのかなと思います。で、この形は、え、付けが先手なら打ちたいですが、つけると両覗きで、この場合飛びがいますから、え、繋いで出られて、切って当たり当たりでこの2目取られちゃいますね。なので、ここは保留しましょう。さあ、今度はね、こちらの石を何か攻めていきたいところですね。この石をどうやって攻めるのか。 さあそうですね、まあ弱い石がある場合はねオーバーとりあえず、ひとまず無視して攻めから考えていきたいと思いますま大、あ、ー,ーで言えば、ね、この木外しにかかっていくような手がね非常に大きいと思いますけどまず三 3, 3入るとかね大きいんですけどもまずは攻めたいですね、やはり特にこの免縁じまりをしたときは、ね、攻めを中心に碁を組み立てていきたいというふうに考えます。さあということでまあ、弱い石はこれですからまずはね、えー、この石をどうやって攻めるのかというとこですけども。まあ 覗いてみましょうか。一回は覗いてね、ちょっとこう、重くしていくような感じで。まあ、反対から覗く数字がね、ないときはね、こうやって覗いちゃってもいいです。まあ、どっちから覗いた方がいいかわかんないなーってときにね、むやみに覗くと悪い点になることも多いんですけども、まあ、この場合は、まあ、割り込みとか、こっちから逆から覗くというのは考えにくいですかね。はい。ですので、こちらから打ってしまいまして、それからやはり開かれると、 えここでね、生きてしまいますから、ちょっと開きを邪魔してね、こんな感じで打っておきましょう。まあ、白さんの根拠を取るよというのと、まあ、あと実はこの一見が来るとね、結構隅の具合もまたね、え変わってきたりということになるので、まあ、ちょっとこの辺りに持ってきて、えー、今度隅入ってきてももう少し強い手を打てるんじゃないかなというところですかね。はい。で、ま、あこれ飛んで逃げますね。さあ、ここでどうするか、さらにしつこく攻めていくのか、まあ、一度大場ーーに行くのかというところで、この辺り非常にね、悩ましいですね。 うーんでもやっぱりね、もうちょっとこうプレッシャーかけていきたいですね。私はね、第一感防止です。やはり攻めて。 えー今回の場合ですと、こっちから上から攻めるのはね、硬い石から攻めてますから、あまり良くないですね。で、まあ、この辺から攻めるのもね、なんとなくまだ隅空いてて不気味なんで、とりあえず帽子で打ってみましょう。えー、というのも帽子では、今やっぱ左辺が大場なんですよ。左辺非常に大きいですよね。まだ空間が空いてますから、この石が逃げてる間に、左辺にプラスになることができたらいいな、みたいなことをね、要は考えているわけです。えー、左辺に石が来れば、当然左辺の方、堂々と入れますからね。 はいまあこの石を攻めている振りしつつというところですねもちろんこれね、えー、取ろうとまでは考えてないですね取ろうとしちゃうとかえってね自分が、えー、やりすぎてしまうなんてことよくありますからねはいということでここねつけてきましたまあつけには跳ねようですかねなんとなく跳ねられるとねまたこのね2つ復活してきそうで嫌ですからねはい。 で、伸びですかなるほど。まあ、白としても強いしにつけてね、えー、なんですかね、さばきはつけようということで、強い石に持たれていくわけですね。で、なるほど、なるほど。うまいですね。これどうするんでしょうね。曲げも確かに嫌ですね。曲げて、えー、膨らむとキリがあったり、これ曲げに受けるのもなんとなく悔しいんで、もう一回押すんですかね。どうなんでしょう。わかんないですね。ここはわかんないですけど、押しときましょう。はい。そして、で、つけですかなるほど。えー、これは、 えー、付けには跳ねようですかね。まあ跳ねか伸びですね。付けには跳ねか伸びようといってね。まあ、大体この2つのはどっちかにね、いい手があるんですけど、これどっちがいいかって言われると、これは正直分かんないんですね、えー。どっちもあるんでしょうけども、えー、まあ、跳ねましょうかね。付けには跳ねてみましょう。はい。まあ基本的には跳ねることの方が多いようなイメージですけどね。付けにはね。はい。で、こう来ましたら、うんうんうん。なるほど。で、逃げてきましたね。で、これでどうするか。うーん、なんか徐々に、つなぎが大きい。 ですがうーん追いかけてねどこまで得してるかわからない部分もあるんでまあ、左辺入っておきましょうかとりあえずこの辺りで一回保留してねどう攻めたらいいかわかんない時ね一 回ちょっと掘っておいて、またね、あの、どこがいいよって分かってきてから打つなんてこともよくありますんで、この辺りで一回おば行きましょう。木、えー、外しにかかりたいと思います。どこかかるかね、えー、小目にかかるか、まあ、この高目の位置にかかるか、大体この二パターンが多いんじゃないかなと思うんですが、えー、これはね、どうでしょうね。私ね、結構こっちのかかりが分かりやすくて好きなんですよね。えー、こちらのかかりは、えー、小目のかかりがかけられるとね、どうなんだろう。まあ、全然あるんでしょうけどね。 この2個置いてけぼり感も寂しいんで、こっちから行きましょうかね。これ割合の,の、もしかしたら地にちょっと甘いかもしれませんけど、結構分かりやすい打ち方でね、まあ,あの非常におすすめということになります。まあ今だとね、左辺も大きいんで、まあ多少ね、隅の地甘くても、えー、十分にこういった打ち方もあるんじゃないかなと、えー。もちろんね、プロの先生の方でも実践例もね、多数ありますから、えー、これも一つのかかり方ですね。はい、そうですね。これは隅白を取ってくるぐらいですけども、押さえまして、 そうでですねでここでもう一度押さえが大体先手ですね、えー、次押さえますと付け越しで、ね、こう絞っていくような、えー、外を強くしていくような狙いがありますからまあ、押さえもほぼ先手、えー、押さえてでこれでまあ、コスむぐらいですね次付け越しがちょっと嫌なんですね付け越して出ても切ってね、えー、そういった手がありますからあで帽子ですかなるほどちょっと頑張った手ですねこう、まあ、一応定石はコスミなんですよね、えー、これだとまだ少し まあ薄いのかな、えー、どう薄いか難しいですけどね。えー、まあこっち側から来た時にまだこのコス見つけたりして切っていくような狙いがちょっとありますからね。まあ、とりあえずでも開いておきましょうか。えー、このような感じで開いて、えー、3つぐらいは大丈夫ですね。3件ぐらいで開いておきまして。 うんこれでまあ左辺割合簡単にね、えー、スッと生きることができますね。はい。ということで一つ、えー、分かりやすめのかかり方ということになります。さあ、ここで白はどうするか。いよいよ入ってきますかね。これね、三三入られたらどうするんでしょうね。これね、実際いまいち分かってない。で、メン先生にはコスミツケで教わったんですけどね、あの時とはだいぶ状況が違いますね。ここ一間があったり覗きがあったりね、こっち強いんであんまりここもう模様ってことじゃないんですよね。なんで入られたらちょっと隅つけたりとか滑ったりして、ね、根拠を奪ってまあ攻めながら下辺みたいなイメージに。 ななっててくるのかなとも思いまますあで詰めてきましたねさあこれはどうするのか。うーん、これね、どうするんでしょう。まあ、一見受ければ硬いですけども、まあ、ただ一応3つあるんでね、打ち込んできてもつけたりなんだりで、えー、大丈夫な気もしますし、あと、ここがちょっと薄いので、うーん、一回頑張ってみたいけどな、ね。この辺ちょっと様子見ましょうか。白さに守ってもらってからみたいな形でやってみましょう。 さあこう打つことによって何がしたいかというと、えー、この辺のね分断を狙っているわけですね。まあ、白さんも薄いぞということを言っているわけです。 で、かつ、もちろんね、ここ次、なんか閉まったりしたら、隅の字も大きいのかな、というような狙いで打っております。おお、ということで、ここで入ってきました。さあ、これが難しいんですよね。常にこれが打たれたらね、えー、まあ、メイン締まりの一つ、悩みどころということになるんですけども、ただね、逆に言えばこれを誘って、えー、このパターンいろいろ覚えておくと、自分の得意パターンに持っていけると。ただ、これ、コスミつけて、ね、うん、そうですね、打つ気がしない。えー、この場合、打つ気しないから、まあ、つけるか滑るか、 またまたこっちからね、辺から追いかけて隅で生かすか、ただまあ難しい隅も大きい気もする。うーん、どうするんでしょうね。これ非常に難しいところですね。ここは悩みどころです。非常に悩みどころ。うーん、そうですね。まあこれは隅の方から少し目を、ちょっとね、根拠を脅かす形で打ってみましょう。もちろんなかなかね、全部を取るということは難しいのかもしれませんが、 えーまあ、ちょっと白さんのさばき具合に応じてというところですかね、まあ、あとこれね忘れちゃいけないのが白はここ手を抜いてますから、えー、何かちっちゃく生きてねこの辺り、えー、左下に仕掛けるような手もあればそれはそれでいいんじゃないのかなと思っておりますさあここじっくり引いて下がっておきましてさあ目をね ちょっとまずはどう捌くんですかと様子を見てみましょう。この辺りは白さんの手を見てみようと思います。あ、つけですね。捌きはつけよということで。これはつけには跳ねよ。強いところではこれね、堂々と跳ねるよりないですね。こういうところは伸びちゃうとなんかスーッと簡単に切られてしまいそうなね、感じもありますから伸びていきたいと思います。あ、で、膨らんでね。なるほど、なるほど。そうですね。これでこうにしてこようということですね。うんうんうん。なんとなく。 そんな感じがいたします。さあ、これはでも、まあ、当てるんでしょうね。ついではもらえないんでしょうけどね。そうですね。これは、まあ、ついでくれれば、もうね、白さんの形重くなっていいんですけど、こうやってこうにしてきますね。まあ、白としては黒の多いとこだから、こうでもいいよというようなとこでしょうか。ただ、まあね、黒としても、白もそんなに小さい子じゃないんですよ。取れれば、かなり、まあ、分厚くなってね、地もまあ大きいですから、これは一回とりあえず取りましょう。さあ、どうなるのか。さあ、ここで白さん、コ材をどこに立てるのか。 うーんここ大きいですね。これ出て切られてやられると、これ全部のこれ弱くなるし、まあ字も大きいですから、これを受けましょう。ここが仕方がない。さあ取られまして、さあここでね、まあ鋼材を打つ前に、この羽が第一感ですね。羽でて、ちょっとこう大きくする、えー、なんていう打ち方もありますね。えー、こちら打って切ってきたら次はもうポポーンと打っちゃうぞと。 いうことでするとコウが大きいんでうーん白もコウ材がそう簡単ではないのかなと思うんですがうーん難しいですねどうしましょうここでえっ、ー、とこのように打ってまあツのはなんとなく大丈夫そうな感じですねまあ跳ねましょう上跳ねていきたいと思いますさあここでどうするかうん来ましたねさあこれはもう取りますさあここでこのコウは大きいんですよ 次、これはもうね、どこ打たれてもポンと抜くぞという気持ちで打っておりますね。こういった子はね。はい。ここただ取れればね、えー、かなり、まあ、黒が元々あったところでかなり分厚くなって字も増えてますんで、まあ、多少もうどっか打たれてももうしょうがないと。で、そんなにはっきりとした鉱材がね、えー、大きいのがあるよっていうわけでもないんで、この辺りはもうボンと行っちゃおうと思います。どこだろう右上か、まあ、左下のこの辺攻めてくるかというところになるんでしょうか。 さあ、ここで、あ、打ち込んできましたね。うーん、これね、まあ大きいんですけど、まあ言ったようにしょうがないですね。これは、あとはここはまあどっちか裁くぞということになります。あとまあこの辺りの傷の具合もありますので、そこです。なんとか裁きたい。裁きたいが無理かうーん、なんか、そうか、こう一見飛びぐらいだったらね、下つければ。